透明化で追いかけて張り付いて透明化解除して、今のタイミングで攻撃殴ると攻撃がビヨーンって伸びます。張り付いて今、これちょうどね届くのよ。張り付いて今、これタイミング分かった？標準語でお話ししております。イカ焼きと土手焼きが美味しかった。あんま食わんけどな、関西。イカ焼きたこ焼きじゃん。たこ焼き関西はたこ焼き美味しいよ。たこ焼き。あ、シュロさんこんばんは。よろしくねー。ドバちゃんよろしくねー。まやかし。最近マジでまやかしレースが俺の中で来てて。最近マジで割とマジでガチで。うんこガチで来てて、俺の中でまやかしレースが。オッケー。大阪のたこ焼き大好き。大阪のたこ焼きうまいよな。たこ焼きね、お好み焼きよりさたこ焼きの方が食べるよな、大阪。ガチでそこか。俺ね、最近よくレースを使うんですけども、マジまやかしレースが強すぎて、すっげえ楽しい。はい。あ、これそのまま追いかけるか。追いかけます。まやかし持ってくと、マジチェイス。チェイスができなくなる、本当に。もんじゃは食べたことない。うん。マジでもんじゃ焼きは食べたことない。まやかし。こうするともう離れるしかないし、離れるか板使うしかなくなるからいいですね。はい、これどっちかなんだよ。離れるか板使うかダメージ食らうか、どれがいい、どれか選んでみたいな。おお、離れてる。偉、このメグやるな。はい、透明体ブロック覚えたい？透明体ブロックはね、暴風つけるとやりやすいよ。ここに一人いたよな。ねえな、ちゃんとこの技も覚えてね。レイスは張り付きでまやかし使えます。ね、張り付きで透明化解除、板倒すなら、まあ、即割りでそのまま追いかける、痛い、これめちゃくちゃ痛いで壊すで透明化なるで追いかけます。あれ窓枠目指してんなって分かったらボディーブロック、フェイント殴る、これです。この一連の動作を覚えたらもうレースは完璧です。質問です。高速道路にいました。透明化だけに透明化、ちょっと一個多いどこで覚えたのその技その技どこで覚えたの？1個多いよ1回多いよ。これね、これ覚えましょう。これを覚えると板ぐる拒否できるんで。マジでエイス強いわ。あ、こういうのとかもほら先回りします。これね、ボディーブロックで透明化解除して即殴り、これなのよな。でまた透明になりまして、で板の方ぶんどって、これまあデフあったからあれだけど、今のはね。で透明になってまやかししてすると距離もう離すしかなくなって、距離離したらもう一発ダウンね、これ、はい、で担いで悶絶の服吊りします。でまた透明になって叫び声が聞こえたってことはここに人がいたってことで、でニア発見しました。で透明化で追いかけて張り付いて透明化解除して、今のタイミングで攻撃殴るともう攻撃がビヨーンって伸びます。で張り付いて透明化解除して、今で悶絶吊るして透明化なって、あカラス飛んでんな、ここの葉月回ってんな、足跡あるな、追いかけようかな、板張り付いて今これ届くのよ、これ届くんです。まだ透明化なってでまやかしします。するともう板使うか、もう板使うしか、フェイントします。板割って追いかけてまやかしして、ちょっと板使うしかなくなって、大事な小屋板がなくなって連打勝負、おい俺の勝ちこれ連打勝負で勝って透明化なって、うえーマジそんなことあるか、マジ今の。あちょっとね、ちょっとあれだな、ちょっとあれだったね。あれで張り付いて今、うん、これちょうどね届くのよ。分かった、タイミング分かった、みんなタイミング分かりましたか。張り付いて今、あこれタイミング分かった、これが一番距離伸びます。そう今タイミング分かりましたでしょうか。あカラス飛んだね。ってことはニアがいるんで、ここでしっかりと殴っていく。で透明化なって、なんか強くなってる。ちょっと何これ岩のせいで T 字ジャングルめっちゃ強くなってんねんけど、あいいか。リベンダー、はい透明化解除、ウィーン、オッケー。サバ目線対処の仕方ないね。窓枠越えさせないようにするとか、まあ、さっきみたいに板ぴょんぴょんするしかない。現環境最強キラーはレイスですね。ドワイトいました。これ今日はこれを覚えて帰ってください。これがレイスの立ち回り。いや最近本当にまやかしがね強くて、レイスのまやしかレイスのまやしかがね本当に強くて、ナウシカがちょっと強くて最近使ってます。イラプでダラダラやるレース嫌い。レースね、まあ確かイラプションも強いけど、まあ、チェイス強いから追い切っても強いよこのキラ。まあずさんがあるともっと安定するかな。ずさんレースマジ強いからね。即殴りのやり方覚えて帰ってね。アドオンが紫だったらもうちょっと簡単。アドオンが紫だったらもうちょいタイミング違うくても一発殴れる。解除が早いから。ずさん入れるとしたら何抜くか？もうサージも悶絶も抜くかな。あ、開けないのかな。ずさん入れるならまあ海欲しいけどね。あ、紫だったらスプバ勝てるよ。そうそう。紫だったらこうやって今スプバ測れても殴れる。緑だとちょっと足りないんだけど、瞬間に紫はスプバ貫通するからね。よし、ということでまやかしレイスが強いっていうのと解除タイミングと殴るタイミングの解説でした。優しくない？優しくないよ。まあずさん入れるならまやかしずさん海堕落とかでいいんじゃないかな。